こう左の選手に変えるというのもなんとなく、はい、だからこういうところで岸川としては結果が出ます、ね、結果出したいですね。はい、ですからね、少ないだけにね、ただもともと岸川という選手はですね、はい、打ち気の遅い選手なんですよ。追い込まれてから初めてスイングするというタイプなんですよね。2、うん、ストライク2ボールです。4回の表ヤクルトが2点を取って逆転しました。あ、引っ掛けました。サードミューレン、ファーストのオマリー、速いボールアウト。ライト方向へと、うん、そのバッティングを心がけないとなかなか攻略できないタイプのピッチャーなんですよね、見事というのは。アンダーズは特にそうでしょうね、はい、なんとなくあの素人目にはですね、あまり速いボールもないし、はい、引きつけてうまく打てば打つように感じるんですが、それが、まあ、久しぶりの巨人戦ということもありますと、ちょっと力んでしまったと言ってるんですね、はい、ただこの後は自分なりのピッチングで旅を返したいと、はい、あ、まあ、これリードする野口、外寄りのボール、右方向へ持っていきましたが、ファウルボールです。一言ありました。あ、ツーエンドワン。リードする野口は7年目、古田が怪我で登録抹消になりました。左の脇からツー。ね、まあ、石井と伊藤智人はそろそろ出てきそうだという話ですが、まあ、これだけの怪我人を抱えてヤクルト現在チーム成績が10勝12敗という負け越しが2つです。長嶋打ち上げました。セカンドか、セカンドフライ。 NTT とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ツーアウトでここは飯田ですけれど、何か動きがありますか。いや、ここ走ってみないですか。飯田は今シーズン盗塁が4つあります。初球から来るかどうか。初球がスタートを切ります。